仮にその人が亡くなったんやったら、俺それは本人の責任やと思うねん。副反応不疑いし、なんていうか知らんけど、今日ヤフーニュース見てたんやけど、健康のために予防接種受けて、そしたらまさかの副反応でどんどん亡くなる人が増えて、重篤な副反応がもう8000件超え。そのうちの死亡例が1921件。その1921件のうち220件以上が病理解剖で因果関係ありっていう医者が報告されてるんよね。正直こんなん氷山の一角や。ほんま10倍以上個人的にあるんじゃないって思ってる。泣き寝入りしてる人もたくさんおる。俺は俺の判断で一回も打ってないんやけど、今更打った方がいいとか打たん方がいいよとか言うつもりもない。ただ今回の動画で言いたいのは、もう一回考えようっていうこと。もう3回打ってるし、4回目打っとこうとかじゃなくて、最初は打つことに対して、こう、散々考えた人も、2回3回何回も打つことに、思考停止してる人もおるんちゃうかなと思って、初めてのワクチンの時と、今って情報量違うやん。打った結果で身内をなくして、今、どん底で悲しんでる人が山のようにおる。これは予想じゃなくて事実やん。だからこそ、もう一回考えてみよう。でさ、因果関係認められて、一時金の4420万受け取ったのって、現時点で15件、大切な人が亡くなってお金借りに入ってきたって、もうその人らは帰ってこんわけやん。俺は今の時点で今日以降新たにワクチン打って仮にその人が亡くなったんやったら俺それは本人の責任やと思うねん。もうこれ以上悲しいことを増やさんために自分たちでしっかりと考えていこう。今日は終わり。